これね、木がもともと太いからね、うん、太い枝使ったらなおね味わいがないんだよね。うん、太い枝、太い幹ほどね細い枝使った方がね、うん、あ、そうかい、うん、迫力あるもん。これに太いのがボンボンと出てさ、なんぼ短くてもさかっこ悪いでしょ。細いのがたくさん出てた方がかっこいいでしょ。うん、いかにもこの木の太さが強調されるじゃん。まあね、だからね、これはねあれなんですよ、これ太いからね細い枝が一番大事なんです。はい、こういう感じですからね、こうでしょ、こういう感じでしょ。そうすると今度はこれをどうするかだ、うん、この振り方、これはさ、ここに枝あるんだからね、一応ここの空間ってあまりないんだよね、ものが、うんうん、後ろ枝ってこれが来るからちょっと見えるけど、うん、これが今下がるからこう、うん、こっちこういうふうに下がってくるでしょ。ただここに見えるけどこれ長すぎるでしょ。これこういうの長い時はさ、ここで一回手元に折って、ここでギャバラ作るんだね。こういう感じで、こういう感じだいぶ短くなったでしょ、うん、こうこう、またここでギャバラ、そしてまたここでギャバラと、こういう感じにして長いとこをちょっとカムフラージュする、こんな感じね。でこれはさ、あのもう曲げてもしょうがないから、これはカットだね、うん、ここね、ここから出てくるんだから葉っぱ、うん、これこうやってこの感じね、うん、そうするとこれこういう走った枝だっておかしいでしょ、うん、みんな綺麗に曲がついてるにこういうのはおかしいでしょ。だからこういうのはまあちょっと短いかな、いいか、うん、こういうふうにこうちょっと曲をつけておきましょう。こうやって折れたら切っちゃうけど、そこが違うとこなんだな、うん、この枝だってないと空間が塞げないもん、うん、ちょっと途中に枝ないからね、うん、これ切りたくなんだわ。だからここから出てくるったらまただいぶ時間かかる、うん、で切ってねこういうふうにして曲げるでしょ、うん、そうするとねいわゆる傷つくんだよね、見えないけど、うん、そうするとねなおそこから胴引きしやすいの、うん、傷を直そうとして、うん、あのさあれ取り木なんかしたらカルスっていうでしょ、うん、あれ傷ついたからさ、うん、直すでしょ、うん、これ葉っぱも同じさ、うん、だから途中こういうのね長いからってね、うん、あのブツッと切ってもいいんだけど、芽がいっぱいあればね、うん、ない時はこういう長いのはこういう感じでね、ここでこれちょっと折りたたんでおくとね、あの枝は短くなるし、うん、他の芽も出てくる、うん、芽も出やすくなる。こうやってちょっと要するに刺激与えるんだね、うん、枝にこういう感じで、こういう感じですよね。そうするとこういうとこから出やすいでしょ、うん、最終的にここで切りゃいいんだけど、今切っちゃうとねちょっと水の引く力が、うん、ここからまあ大体出てきたんです。こういう感じですね。でちょっとこう後ろ枝をこうやってこう上げて、それでこうやって、ここは少し広げる、でこのラインからきれいにこう、ここには枝ないのさ、うん、ないけど後ろ枝でね、あちょっとこれで見せるの、うん、そうね、こういう感じで、そのチラッとね、チラッと見えるだけでいいのさ、そんなに大きいのがごそっとなくても、これこういう感じ、うん、可愛く見せるの、チラッとね、俺もいるぞーって感じにしてこうやって見せとくの、うん、そうするとねこのエゾマツってね、これ空間狭くても葉が短いからね、うん、綺麗な揃ってくると、それはあれですよ、綺麗なんですよ。あのエゾマツはさ、一応松の中ではね、葉がね一応短い方だから ね赤松でも黒松でもあるけど、うん、だから北海道にはね、北海道には最高合うんだよ、エゾマツ。こういう感じね、うん、こういう感じね、うん、さあ、そんだこ最後のあれだね、ちょっと待って、これだ、
最後にね頭でもってね勝負が決まるってやつ、うん、頭がポッとできたやつとポッとできないやつでは意味が違うんだよ。頭ポンと入れるとなんか最終的にさ、そうだね、これがふわっとなったのがね、うん、これをパッとこう低くするでしょ、うん、ここで頭作ってもいいんだよね、うん、そういう時はこれをねここでこう広げてやればいいんですよ。こうやってこれで枝作ることもできるんだよ。また芯立ててね、うん、ひろひろっと伸ばしてこうやって作っていくといいけど、でこの木のやっぱり見どころとしてはこんなとこでしょ。そうそうね、でここでね、うん、これで高くしてもこうやってここでね いわゆる傘作っておけばね、うん、もうパッと将来的にねあの想像つくね、うん、これ意外とね何年も待たなくてもいいんだよね。針金、ね、かかるのはかかるけど、うん、この芽出てくるのはこれこっからいっぱい出るんだから、なるほどね、それがバーッとなってくるとね、うん、意外とね芽だけは早い乾燥。その芽も摘むとドブキしてくるの。その芽も摘むとそれは春に芽摘みって言ってね、うん、かわいそうだけど、うん、新芽全部取っちゃうの、うん、そうすると行くとこないもんだから、うん、こういうとこからプツプツっとこれこうやって出てくるの、うん、でそれの必要なやつだけ残してあと全部芽かきしちゃってね、より頭がこんもりできると。そしたらこの頭がこんもりできる、うん、なおなおこんもりできる、うん、でこういうのはさこれ枝あるでしょ、うん、でこれこっからいっぱい出てるんだよ、これ、うん、こういうの、うん、これどこを持っていくかなんだよね。だけど結局ねこれはどこを持っていきようないよ、うん、切る、うん、木の流れを妨げてんだよね、うん、きれいに下からさ下から順番にね持ってきたやつがさここへ来たらね邪魔してるんだよね、うん、木の流れを。これ見せてんだからね、この木をこう流れてこう流れてこういってるのここにポツッとあったら、うん、あの塞いでることになるでしょ。こういう感じですね。それでこうやってこう針金かけて一応ね第一段階としてはねこれで大体こういう感じでなんか白い板なかった。こうですね、最初こうやって置いてあったけど、はい、ここをちょっとこう曲げるだけで、うん、あの躍動感あんでね、ここまっすぐ出てるより、うん、一回こういう風にして風で倒れたやつを戻って育ったっていうこういう感じね、はい、これですよ正面ね、はい、あの枝きれいにできてるでしょ、はい、これは将来有望、はい、はい、一応上がり。